岡崎の主です。12月22日、24時、ちょっと、前です。23日になる前に、一度、お参りしておきます。23日になったので、続けて、お参りしちゃいます。続けてやっても効果は、ないでしょうが、すべては気持ちの問題です。来ました追加妖怪。空泣き。ガシャ追加は、こいつだけのようですね。1.2% 微妙なので、苦戦しそうな予感。では10連いきます。神引きカモン。力を感じるデビ。幸先悪いし。今回やばいかもしれない。では20連いきましょう。よし、まずハキン来た。一個はないわダメだ。今回やばいかもしれない。ここで来てもまだ、引きがいいと言っても良いはず。これはまさか。ニコ、金確率渋い。チェッキショー。ちょっと期待した自分が恥ずかしい。これはまさか。よしよし、3つは来たはず。来てください、頼みます。来たー。なかなか良い引きです。ゲテモノ登場ですね。空泣きゲットです。金太郎にゃんですぎ、泣きがする。Y ポイントアップとか、最高っす。今回全然稼げないので、これは助かる。能力はいまいちですが、まあ Y ポイントアップがあるので我慢しましょう。これでなんとか、スコア楽しえんも、ゲットできそうです。空泣き倒すとなんということでしょう。G とスキルの秘伝書、落とすだなんて。ダメージダウンは、くくり姫ですか。この子さえいれば空泣きは、簡単そうですね。あと橋縁をなんとかゲットできるように、スコアタ頑張ります。早く終わってしまったので、空泣き挑みたいと思います。結構強いのかな？反撃のみですし、種族制限もなし、コンティニューも OK。これは必ず倒せますね。とりあえず、メンバー編成します。
このメンバーで初戦は、行ってみます。ガチガチパーティーですね。6万3000ちょっとで、攻撃が624ですか。結構弱かった。さすがに1回目で落ちないよね。このあと300戦やってもまだジートスキルの秘伝書は一冊も落ちてません。皆さんはどんな感じですか？ゲットできてますか？次のイベントはヤシャエンマが来るので、空泣きを倒してレアドロップ狙いながら Y ポイント稼ぎやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントをよろしくお願いいたします。